こんにちは。岡山の奇跡、桜井日奈子です。いや、しかしですね、今この桜井日奈子ちゃんにね、岡山の奇跡ですよねっていうのはね、情報が古いなって感じがしますよね。お前それデビュー当初のキャッチコピーだろっていうね。まあこの動画をね見てる方たちに、まあ芸能界志望の方多いと思うんですけれどもね、この新人のタレントさんというのはですね、世間の人たちに顔と名前を覚えてもらうっていうのがやっぱ一番大事ですからね。やっぱりそのためにはですね、分かりやすいキャッチコピーとか特徴とかがあった方がいいわけですよ。それを踏まえての岡山の奇跡だったわけですね。ということでね、私もですね、知名度ないですから、やっぱ皆さんにね顔と名前を覚えてもらうために、キャッチコピーをね考えてきましたんで、紹介します。アマンドスプラスティカバスケイコン加藤千作です。さて、今日はね、何をやっていくのかというとね、MAGIC そう手綱、ね、手綱をねやっていくわけなんですけどね、失敗しますんで。いや、そりゃそうですよね。手綱とかやったことないしね、手綱師でもないしね、ただの岡山の奇跡ですからね。さて、これ皆さん、これ目の前にこのペットボトルを気に合ってると思いますけどね、ちなみにこのペットボトルはこれトイレットペーパーの上に乗ってますからね。はい。で、この一方にはね水が入ってますよね。で、これもう一方には水入ってないですよね。で、こっちの水がこっちに移動したら、これすごくないですか。これ手綱ですよね。でもねちょっと最初にね一言言っておきたい。水に対する感謝。我々先進国の人間は水に対する感謝が足りないんじゃないかなって最近思うんですよね。蛇口をひねれば綺麗な水が出る。スーパーに行けば格安でミネラルウォーターが買える。それが当たり前だと思っていませんか。いいな。世界には水不足の地域もあるわけです。綺麗な水を飲むことができない人もいるわけです。だからこそ僕は言いたい。俺は水属性、君も水属性、みんな水属性。さて、そういうね、話をしてましたらですね、水が移動したわけなんですけれどもね、これが本当の。さて、いかがだったでしょうか。ね、以上がね、私加藤千作の一世一代前途多難の手綱ショーでございました。ねえ、ひなこちゃん、見てる？またお会いしましょう。さよなら。